まあ、これまでも黒帯の試合というのはプロ興行の中でもしくはプロ重視の中で行われてきたわけなんですが、はい、まあ、女子のアマチュア大会の中での黒帯というのはこれがまあ初めての開催ということになるんですが、そうですね、どうですか、やっぱりその辺は違うものですか、試合やってみて。いや一緒ですね、海外でやるのも同じですし全く同じです。試合という意味では何ら変わりません。ただやっぱりこういうところでできる方がいいんですよね。やっぱり海外で行く前に準備にもなりますし、まあ、実際ね、ブラジルの選手はブラジル国内選手権があったり道場の試合があったりして試合に臨んでるわけですからね、はい、ムンジャルにしてもね、まあ、今回試合前の段階では例えば朝倉であるとかその辺の選手たちが黒帯に一回クエにエントリーしてっていうような話も一瞬あったじゃないですか、はい、まあ、その中でその、まあ、ペナに中井さんが出せば、まあ、朝倉なり渡辺隆なりとかっていう選択もあったり、はい、レイビン出せば早川選手になるという選択の中で、まあ、あえて、まあまあ、早川選手を選んだということになると思うんですが、そうですね、それはどういうあれで、いやそれはもうやっぱり黒帯の選手とやった方がやっぱりエキサイティングですし、やっぱりギリギリの試合になるだろうし、ハードなことですからね、やっぱりそっちの方が意味があると思いました。まあ、意味というかやっぱり、まあ、もちろん茶帯が出れる大会なんで全然いいんですけどね。だから、早川選手のエントリーがあったということで、それに応えました。まあ、実際中井さんがレイビーに申し込まなければ早川選手は試合がないっていうことになったんですよね、うん、そうですね、まあ、実際にヒルジュージュスなどでは何度も何度も練習をしている中なんですけれども、まあ、インタビューの中では同じ感覚だみたいなことを言ってたんですが、はい、改めて見てどうですか。やはり同じですよね。ただ、まあ、シビアな練習みたいな感じの展開でしたね、うん、だからある意味同じですね。やっぱ選手としての早川選手っていうのはどんな選手になるわけですかね。そうですね、技術的に非常によく物事を知っててですね、それを最高に発揮できるとやっぱりものすごい試合ができるんですよね。ブラジルでも結構まあ茶帯の頃ですけど結構注目の選手とかにもちゃんと勝ったりしてるんですよね。やっぱりそして技術で絶対上回れるというところに来たときには、やっぱり非常に強みを発揮すると思います。過去に多分コンテンダーズとかで道着の試合やってると思うんですけど、はい、やっぱりちょっと一段階違うなっていう実力を見せてるじゃないですか、はいはい、うん、やっぱりあの辺が、早川先生の良さですよね。これからまあ黒帯のレイビで戦っていくわけですから、それこそマーシュ・フェイトーザとか、シャオリンとかレオナルド・サントスとかレオ・ジーニョとか、まあ、フェイ・ジョーンとかそういう選手とやっていくわけですよね。まあ、互いにまあ一緒に世界を狙う、まあ、仲間と言ってもおかしくないですよね。まあポイント自体が入った試合ではなかったんですけれども非常にやっぱり細かい動きであるとかやっぱりちょっと違いましたよね。その差を見せられた感じは僕は見ててしたんですけれども、自分としては勝てなかったので課題があって、まあ、まだまだやんなきゃいけないこといっぱいあるんで、まあ、悔しいんですけども、やっぱり試合できてよかったですしやってよかったですし、本当にやってよかったかどうかは長い年月をかけて分かることだとは思いますけどね。こういう感じで
多分何回か試合ができる機会がこれから自然に生まれると思うんですよね。日本でもチャオビも結構いますから 今となっては。そうですね、ええ、僕がエントリーすれば試合はできるかもしれない状況にいつでもなれるんで、これはまあいいなと、良かったなと。まあそれを実証したわけですからね、はい、試合という形でね、はい、ただしパレスラの主催大会になりますけどね、うん、要するにパレスラの主催大会はイレギュラーなルールを採用してるんで、まあ、そうですね、1階級上の帯に1つ上の帯にっていうことが可能なわけですからね、はいはい、うん、この日も自分の仕掛けとしてはそんなに悪い仕掛けはしてないんですけどね、やっぱりよく見えてるというかいやいやしのがれてるという感じですかね、うん、そうですね、うん、でまあまあ、もう一つその帯を上のベルトを取っていくと逆に試合がなくなるっていう感じがあるじゃないですか。やっぱり今現状ではそうですね。現状では紫までは試合があるけど、チャオビンから先になっちゃうと、試合が、取ってしまうと相手がいないとかになって、うん、国内ではいなくて来るんで、僕はいつでもやるよという一つのステートメントだったんですよね。なるほどなるほど、まあ、海外に行かなければね、試合がないっていうステーションは、うん、今十分ありますからね、うん、だけど僕はいるからやるよと、僕は別にチャー相手でもやりますから。本当はね、帯関係なく青とかでもいいんですけど、この規定に乗っとって僕は試合はするんで、だからもしかしたらどんどん黒に僕に挑戦するっていう人もいると思うんですよね。そうですね、うん、別にそれは僕にとって嫌なことではないんで、僕は試合できた方がいいに決まってますんで。まあ、試合前にこの試合で何か狙ってた技とか展開っていうのはあったんでしょうか。この今盛んにこう足を絡めていってますけど、このスタイルが結構自信になってたんで、ここから、バックを取ったりとかはよく練習してました。やりたいとかじゃなくて、あとこの道着を巻きつけるチョークとかですね、レオジーニョに僕は食らったんですけど、やっぱり自分のものには結構なってきてたんで、うん、こういうのとかはやるチャンスあるんじゃないかなとはやっぱり思ってましたし、当然試合は出るためじゃなくて勝つためにやってるので、やりたいことはいっぱいあるんですね、いつも。しのがれるとやっぱりきつくなってくるんですね、だんだんね、うん、そういう意味でやっぱり黒帯はなかなか引き込まない人は引き込まないんだろうなっていう思いますね。なるほど、それしかできない人はなら別ですけど、うん、割とでもちょっと前からその重視でもその引き込むのではなくてテイクダウンできなきゃっていうのを言ってたじゃないですか、うん、はい、でも試合でも今回引き込んだんですけど、それはやっぱりその自分の中の課題の中でっていうことで、うん、そうですね、そういう戦法を選んだってことですかね、はいはい、引き込んでやった方が自分の展開作れるというふうに瞬時に思ったんでしょうね。なるほどなるほど、うん、ひたすらこのやってて結構自信持ってやってるんですけどね。田中選手のこのしのぎ方とかを、ぜひみんな覚えてもらったらいいんじゃないかと思います。ここしかないですね。ここですね、ここでテイクダウンを狙うことになるんですが、反対のズボン引っ張れませんでしたね。ここで待てがかかってテイクダウンだったんですが、まあ、ポイントにはならなかったと。ストップの確かにレフリーはストップコールしてますよね、やってる時は場内かなと思ったんですね、うん、そうですね、はい、
この辺でスタミナっていうのはどうだったんですか。やっぱり結構疲れてますよし、でも、疲れてるとは思わないでやってるわけですね。なるほどなるほど。次の相手が引っ込んでくるかなとも思ったんですけど、テイクダウンを取ろうこっからっていう感じなんですけどね、展開としてはそれをやるにはちょっといいところ持たれちゃったんですよね。エリュー疲れちゃったし、エリュー疲れて、これもちょっと不用意に取られて、まあおびとり返しに行くんですけど、これがタックルでのテイクダウンの未遂と、なるほどなるほど、なっちゃうね。これもアドバンテージでしょうね。まあ今後も国内での試合は続いていくということですね。そうですね、はい、次の試合を楽しみにしています。頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、決勝中井由紀戦ということなんですが。